ステージも考えると本当に必須、優勝を目指すならね、そうですね、やはりもうチーム力が大事になってくるんで、うん、さあ準備が整った。日本選手上位対決、ファブゲーミングからは流星、そしてシエジ、最後アスリートゲーミング大阪からはリーダー5一。まずは開幕オーディキックから旋風、まずこれありましたね、さっきも、うん、一気に端まで追い込んだ。二度はないか5一。よー、ジョスリー一気に半分奪った。この体力むしろ攻めるという5一、いい飛び、ただ入れ替えた。これで流星がフィント、バノユーリー終えた。コルバランフェイント、パリーを誘ってドライブゲージを削りに行く。これはアート、ただ移動が取れない。これは打撃無敵、うん、インパクトスタンまで。ビーハート設置、ご覧くださいから、うん、バラン前強拾ってトリボーグ、SA ゲージが2つある。これはどうだ、あ、そのルートでストリボーグ、ストリボーグまさに風、さらにストリボーグ、これでリーチ、マッチポイント、ファブゲーミング流星。いや、設置、ゴーチャーどう回避するか。この弾幕合戦、しばし、鋭い天空から連携コンボ、おやめちゃう、ここでうまく読み勝ちましたね、ゴーチ100列からテンション。ただ、ボディゲージは少しドライブゲージは少し怖くなっているが、ゴーチカーリーで受け止めて少しずつ回復していく。ラッシュ強行、旋風あと1回伸ばせる。おー、さあ、フルセットになるか、ここは1ゲージ、いやー、完璧、コンボ伸ばしたことで SA ゲージを温存できました、うん、さあどちらが勝つか、ファブか CG か、止めている、止めている、ついに止めた、使わない、 SA ゲージは残して一つ目だけ。オーディアムネジャー読み勝った、先ほどのシーン、ゴージが3手目、一番引きをダッシュ上、バリを投げた、バリカンリーサル圏内51、あっ流星にはクリティカルス見えている、ドライブゲージも少ないがハードシュ、ゲージを回復した、暴れている、ただ残った、暴れた、まだ分からない、ただ高一が圧倒的有利、あいち CA 状態、流星上まとわりついて、高一ボタン押す、第一オーケー、最後はリーダー高一自らリベンジを果たした。サイクロプスアスリートゲーミング大阪、見事ファブとの一戦勝利を抑えました。